はいどうもピオキングです。今日はですねトロールコースやっていきますか。今日のトロールコース結構人気ランキングでねめちゃくちゃ上位の方にあったんですけど、このアメリカのねなんかキングブリングっていう方かな、トロールコースのねなんか天才らしいんですよね。まあ3番目人気ランキングで謎解きで探してみたらなんか3つ目ぐらいにあったんですよね。まあおそらくですけど、まあ、いろんなマリメのねあのトロールコースとか好きな方、まあ実況者を見てる方はですねおそらくこのコースやったの見たことあるんじゃないかな。まあ、クリア率はね 1.8% でまあそこそこ難しいとは思うんですよ。 I'm 36 ステップアヘッド、ちょっと読めなかったけどなんとかかんたら、じゃあやっていきますか。これは速攻ビームだね、ビーム下から出てくんの待って速攻だな、これ下から出てくるってことは上に行こう、上に行ってジャンプ、おっしゃこれで抜けました。ここでいいんだよね、これでいいよね。そして左行けないもんな、もう右行くしかないよね。こっちで右行った瞬間もなんか出てきたらちょっと危ないんで、もう走っていく走っていく、もう走っていく、ここ落ちていい、オッケーで、ここも走る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 急ぎすぎ急ぎすぎ。まあ今のでは分かりました、鍵を取れってことね。うん、鍵を取らなくちゃいけない、ここに行ってまあそここの鍵を取る、そしてこここで一回ジャンプしてこのそうそうこの右のこのねブロックが鍵があると思いました。ちょっと読めてた、まあ読めてましたね。そしてここ何もしない、このまま大丈夫ないじゃあここ入ったらすぐ左行こう、すぐ左手ジャンプしてでこのまんま右に行きますかね、多分これでいいと思う。うわこれどっち、このハテナブロックかこの茶色いブロック、ちょっと考えてもわかんないんで、このハテナブロック叩いたらすぐ左に逃げるね、ほっ逃げる、あれあ何これかぶれるんじゃないこれ、ほらかぶってこれジャンプしていくみたいな、ほらほらほらこれ多分合ってると思う、な上いけるのこれ、うわ上いける、これ誰しもが右下に行くと思うんですよ。でも僕ちょっと上行きますね、はいダメだ、じゃあこのまま下に降りてみようか、下に降りて、あトゲがあんのか、あいやもうどうしようもないもんね、ここら辺何もないし、もう左上のコインのとこ行くしかないな、ここねここ行くで左おいおいピオキングさんいつもね騙されまくってるますよねみたいな、まあそんなコメントが来るんですよ。だから今日はねあんまり騙されない方向で考えながら行きます。でここで左でしょ、きっと多分これで合ってると思うんですよね。そしてこれもう一回下に入るみたいな、多分これで正解みたいな、そんな感じでしょでここは P を叩いて、うわー P 叩いてどうするんだろう、ちょっと叩くわ、叩いてこのキノコはと、いや大丈夫、いや大丈夫まだ大丈夫、こっちがあるからね、こっちを左行って上行こっか、どっかできない、これ踏めないか、無理超無理、ここはねP を叩いて多分ファイヤーボールが出てくるのを待っとけばいい、多分そんな感じ、オッケー。そしてさっきのボム兵に、まあ、着火しろみたいな感じでしょ、これめっちゃやられたんだけど大丈夫これ、あ一回どうせ当たらないけんね。でここなんか左のねこの枠怪しいんだよな、だからこっちじゃないと思うんだけど、ほらあれ全然違う四角いとこ叩いてみる、たおこれでいいんだ、でドアに入る、うわ叩いたらすぐ入るわ、なんか上にバネが落ちてくるから、さあこれはヒット PG、まあこのまま右行っていいのかな、この P がなんかヒントになってるってこと、 P の場所1個しかなかったもんな、バックイン土管、なるほど、P があった場所の土管でまた戻れみたいな感じ、ファイヤーボール取ってちょっともう一回戻ってみようか、多分これでいいんじゃないの、ほらほらほら、そしてあ鍵手に入れたね、
鍵手に入れて、でこのままもう一回戻る。そしてもう一回さっきのとこ行ってみようか。さっき鍵のとこあったじゃん。このドア入ったら鍵のドアがあったんですよね。え、これよっしゃー、多分これで仲介ポイントゲットじゃねえ。REL リラックスか。なるほど、ゆっくり行けってことね。わかりました、リラックスしよう。あ、え、これちょっと、え、めっちゃ左の中間ポイント欲しいんだけど。あ、待って待って、待って、そのキノコを取って左の中間ポイント取るんじゃないの。いや、うわ、やっぱ入れねえか。ここキノコ出るよね。ほっ、オッケー、速攻取って、で左に行って中間ポイントゲットじゃねえ。ちょっと待って、戻って、中間ポイントは、あー、このキノコ取ったらもうすぐ左行こう。おっ、きょこ、ごけ、よし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 、やった。待って、オッケー、中間ポイントゲット、やった。ここで10コインゲットでしょ。まあ、10コインはいらないんだよな。これさ、バネ乗ったら多分罠だと思うんですよね。だからこれバネ乗らんでジャンプ、オッケー、多分これでいいと思うんだよね。で、上行ったらもうどうしようもないんで、このまま左行こっか。左行って、で、左下にドアあるでしょ。あれに入るわ。あれに入ります。これでいい。なんかスムーズだね。あ、なんかめっちゃスムーズに行けたね。ちょっと待って。は？待って。なるほど。ここにあるキノコを取れってことね。オッケーオッケー。あ、待って、どうやってやられんの。あ、何これ、多分これどやられるやつでしょ。なんかこう耐久でしょ、やっぱり耐久でしょ。これでやっぱそうになると思った。こう死に耐久みたいな、どうせやらせてくれないんでしょ。まあなんか一気アップとかでさ釣られてますけど、なんか釣られてるっていうか、まあ一気アップめっちゃ取ってますけど全然意味ないんですよ。だから早く僕をやっちゃってください、早く。もうこんなにいらないか。もう早くやれって。ここね、ここで下でキノコ取っていけみたいな感じなんですよ。あ、間違えた。で、このまんまね、このドアに入ればよかったのね。で、次、上。あ、いや、大丈夫？あ、大丈夫だね、これ取らないけんね。で、ここでファイヤーボールで溶かして、このままチビにならないけんね。チビになってちくわブロックの、ちくわブロックに乗ってどうしようか。これはこのまま右に行って、はい、一旦このまま行って、すぐジャンプしよっか。で、もう一回ジャンプ、オッケー、これでいいはず。そしてこれさ、矢印書いてるね、これ絶対罠だと思うんですよね。だから誰もがこっちが正解でしょう、きっと。多分こっちが正解ですよ。はっ、はい、ここ叩かないけんのか。ちょっと待って、叩いてもやられそうなんだよな。叩いて左じゃない、右に逃げるね。右に逃げます。あ、普通に行けたね、普通に行けんじゃん。で、このままここで何もしないでおく。そしたら右のブロック開かないな。一回このドアに入ろっか。あ、ドアじゃねえ、土管ね。そしてこれは、うん、もうこのオンオフするしかないもんね。オンオフしたら多分パックンやられるんじゃないか。あら、あれ、はは、それじゃあここでパックンを右にやったらすぐダッシュしていく。オッケー、これでプラパワー防いだね。そしてこれどうしよう。はっはっ、怖え、これね、乗ってたら多分罠だと思うんですよね。っていうことで、これ一旦降りる、いける。あはははは、乗っておかないけ。いやー、もうほんとうまい。こんなに引っかかるもんなの？だましコースこんなに引っかかる？ちょ、みんなどう？こんな引っかかってる？みんな。じゃあここ右そのまま行くね。ほっ、オッケーオッケーオッケー。うーわ、これは、いや、でも上行ったらもうどうしようもないと思うんですよ。だから一旦ここ右にこっかな。そしてこれ、おーしよっ、あれ、あ、おー、よかったよかった。
やったぞ。このまま右に渡りましょう。わあ、よかった。で、次右に行って中間ポイントね。オッケーオッケーオッケー。これで2つ目の中間ポイント。いや、優しいだこれ。中間ポイント案外普通に取らせてくれるんだね。1個目は残酷だったけどね、1個目めっちゃ、ちょっと待って、はえ、ちょっと待ってくれってもう中間ポイント2つ目をね取らしておいて、まあ安らぎをねちょっと与えておいて、すぐこれねもう地獄を味わわせるという、この飴とムチ、飴とムチがうまいな。じゃあここはパウパウパウ、こっち叩く。オッケーかな。あ、なんか2つ出てきたね。これ1回叩こうか。叩いてで右に行く。あ、大丈夫、あ、大丈夫大丈夫。でこのまま上に行って、あ、これなんか正解なんじゃない？あ、なんか今言わなかった、なんか変な、あっみたいな音が聞こえたんだけど、俺の気のせい？さあ、ここはもうオンオフして左に行きます。そしてこれは上かな。あら、あ、どんどんパウをねこの次ぐらいで出てくると思うんですよね。やられるくない？叩いたら。大丈夫？ほっ、オッケー。逃げれるんだ、木の杭から。で、ここのね、ドアに入ろう。多分これでいけるっしょ。あ、待って、ジャンプ、危ねえ。お、これ正解じゃない？危なかった今の。まあ、意外と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 何言ってんだろう、意外と優しいな。これ多分叩いたらダメなんで。危ねえ。いや、大丈夫、こっちか、これか、ドハハハ、全部ダメじゃんか。これ真ん中から叩いてみるで。真ん中叩いたら、あ、なるほど、そしてこういけるみたいな感じで、ね、うーわ、これ降りて降りて、どうしよう、これ蹴るしかないもんね。左行けないでしょ、これ叩いてみる。いや、これもう蹴るしかないね。蹴って左に逃げます。はっ、うわっ、オッケーオッケーオッケー。で叩く、これ正解でしょ、これ正解ルートだよねきっと。でこれ叩かんで、いや叩いたし、いやどうしよう、叩いて右に行こう。はっ、オッケー何あれえ、36猿ってか。このまま右行ってすぐ土管に入ろう。多分南部線で土管に入れば次は、うわ、この通り行っていい。おー、待って、危ねえ危ねえイージーって書いてある。イージーじゃないって、これ、結構難しいって、マジで。今までの僕の経験からすると、爆発して右にゴールが出てくるみたいな感じだけど、そう都合よくないな。あら？あ、抜こっか。これ普通抜いていいよね。抜いて、このまま。そんなことだろうと思いました、マジで。もう本当に、うわ、でもこれでゴールできるね。ありがとうございますよし、すぐ右、オッケー、これでゴールでしょ。あ、待って、危ねえ。はっやったぜゴールできました。いや、これね、まあ、難しかった。罠はよく引っかかるんですけど、まあ、コース自体はね、めっちゃ簡単なんで、相当おすすめですね、このコース。この動画が良ければ、グッドボタン、そして、リオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして、Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあ、またね。